はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。5日間の無料講座をリニューアルします。今までの講座の内容が古くなったっていうわけじゃないんです。物販の内容っていうのは5年後も10年後も大枠変わんないんですね。しかしながら以前の講座内容っていうのはどちらかというと同じ商品探しっていうのをメインにリサーチを実践的に行っていただくものでした。結果図らずしも私が行っているコンサルティングも相乗り出品をメインにやるんだっていうふうに誤解を生んでしまっていたんですね。実際はあくまでも類似品を探せば十分に相場価格だとかアメリカアマゾンでの売り上げっていうのはどのぐらい売れるかっていうのはチェックすることができるんです。ですから新規出品ですよっていうことを強調した5日間の無料講座っていうのを改めて構築すべきだなって思ったのが1点目です。2点目の理由なんですが、今までの講座って結構一本一本1時間ぐらい思いっきり話してたんですね。でもちろん必要な内容だから話したには変わりないんですけれども、とはいえやっぱり皆さん忙しい中で無料講座に興味持って登録されるって方も多いと思うので、なるべく短く凝縮してより効率的に海外物販、中国のアリババ、タオバオ、Tモールから仕入れてアメリカアマゾンに売るというこの流れの全体像をしっかりと体得体感していただこうというのが理由です。実際後ろにちょっと書かせていただいたんですが、5日間の無料講座で行うのがこの流れになります。まず基礎を覚えて、その後早速商品リサーチします。で、商品リサーチしただけだと、まあ砂金で言うともう泥だか石だか砂だかわからないけれども、とにかく砂金があるだろうっていうところをかき集めたに過ぎないので、そのリサーチしたものからちゃんと砂金を抽出する、精査するっていう作業があります。4日目なんですけれども、やはり皆さんが中国から仕入れてアメリカっていうと中国語の壁と英語の壁っていうのが気になると思うんですね。で、それを理由に障壁を感じてやりたいけどやらないっていう方もいらっしゃると思うんですが、実際自分の生徒さんっていうのは英語が全然得意じゃないっていう方もたくさんいらっしゃいます。というかそういう方の方が大多数です。ですから語学の壁をじゃあとはいえどうやって超えるのかっていうことについて話します。で、5日目最終日なんですが、4日間で培った知識や技能っていうのをどうやって実践に生かしていくのか、本当の意味での物販を行動として進めていくには、じゃああとはどういう考え方だとか、どういう心づもりだとか、どういう準備だとか、そういったものがあればいいのかっていうのは話します。ただこれって別にここでクロージングをしてなんか安いセールス文句とか焦燥感とかで皆さんを先導していこうっていう話じゃないので、あくまでも中立的な立場で話をさせていただければなと思います。これが繰り返しになりますが、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目の内容になるんですが、やっぱりこの知識があっても技能があっても実際のマインド、考え方、向き合い方っていうのが未熟だったりだとか欠けていたりだとか生半可だったりすると、どんなビジネスでも貫徹していくっていうのは不可能なんですよね。だからこの部分っていうのが本当に本当に大切な部分。ただいきなりマインドはって言ってもそれは何こいつまた説教かっていう話になっちゃうので、まずは基礎の部分、実際の作業ベースの部分で、語学の気になる壁の部分、どう乗り越えるかを話した後で、最後にどんなビジネスをやるにもその大前提となる考え方について話をさせていただこうっていう魂胆です。というわけで5日間の無料講座、ぜひリニューアルするまでは一時的に登録っていうのは休止させていただくんですが、各動画の下にある URL クリックいただくと登録のページが出ますから、気になった方っていうのはぜひ登録いただければなと思います。ネットビジネスの1回メルマガに登録したらドゥ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 って関係ない宣伝も含めて送られてくるっていうあのスタンスが大嫌いなので、変なねオラオラのマーケティングだとかゴリゴリのクロージングだとかそういったものはしないし、関係のない無関係の情報をドバドバ流すこともしないので、そこら辺はよろしければご安心いただければなと思います。というわけで今回は5日間の無料講座を改めてリニューアル近々させていただきますという話をいたしました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。